サファリで狩猟をするヘミングウェイ1934年キリマンジャロの雪は1936年にアーネスト・ヘミングウェイが発表した短編小説である1952年に映画化されたアフリカのキリマンジャロさんは別名神の家とも呼ばれているその頂き近くに不毛の頂上を目指し登り力尽きて死んだヒョウの亡骸があるというヒョウが何を求めて 頂上を目指したのか知るものはない。アフリカで狩猟をしていた小説家ハリー・ストリートは足のエソで瀕死の状態にあった。救援を呼んだが間に合いそうもない。死を悟ったハリーは看護する妻ヘレンの静止を振り切り焼け酒を始めた。ハリーは良いヨーロッパ大陸の各所で過ごした日々を回想する。そして多くの体験をしておきながら、 著作家としてほとんど何も書き残していなかったことを後悔し、慰めるヘレンに八つ渡りをした。ハリーは眠りにつき、その夢の中で救援の飛行機に乗って光あふれる大空へと飛び立った。そして飛行機はキリマンジャロを神の家を目指す。一方、ヘレンが目覚めた時、そこには闇とハリーだったただの物体と嘲笑うようなハイエナの鳴き声が残るのみだった。 メディアを再生するザ・スノーズ・オブ・キリマンジャロキリマンジャロの雪は1952年に映画化された。現在、アメリカでは著作権は消失し、パブリックドメインとなっている。キリマンジャロ山の麓で狩猟をしていた小説家ハリー・ストリートは足のエソで瀕死の状態にあった。ハリーは自身の人生を振り返り、4人の女性とのロマンスを思い出す。 最初の恋人コニーとの辛い別れを忘れようと、ハリーはヨーロッパに旅立つ。そしてパリのモンパルナスでシンシアと出会い、この恋をきっかけに小説家としての第一歩を踏み出した。ハリーはシンシアとアフリカに狩猟に出かけるが、そこでシンシアを流産させてしまう。ほどなく、シンシアはハリーの元を去った。しばらくして、ハリーはリビエラで、 白爵夫人リズと出会い、情熱的な恋に落ちるも長続きはしなかった。スペイン内戦の義勇兵に志願したハリーは、そこで看護婦をしていたシンシアと再会した。二人は再び愛し合う,うも、シンシアはハリーが見守る中、命を落とす。ハリーは、シンシアの面影を持つヘレンと結婚し、ようやく安らぎを得た。徐々にハリーは衰弱していく。ヘレンは夫を救おうと手術を試みる。 その時ようやく救援機が到着した。ありがとうございます。